視聴者質問コーナー。 た、えー、たくさん質問いただいいだて本当にありがとうございます、えー、この動画のコメント欄またインスタの DM あるいは、えー、概要欄に掲載しています最小時のメールアドレスにてまだまだ質問募集しておりますのでぜひ、えー、何かこんなことを聞きたいお寺のことを聞きたい、えー、仏教のこととか関係ないことでも、えー、なんか別に私に、まあ、興味ある人なん,か <laughs>、まあ、あのなんか全然関係ない質問なんかでも結構ですのでぜひどんどんお寄せいただきたいと思います。 はいということでたくさんお寄せい,いただいた質問の中から今日もいくつかお答えをしていきたいと思っておりますはいお寺を継いだという経緯お寺で生まれたからですかまあそうですねはい、えー、私はお寺の生まれなので小さい頃からは物心ついた頃にはもうお寺 えーねええー、お寺の行事で一緒にこう太鼓叩いたりお経を読んだりしてましたあのなので、まあ、私一人っ子なので、えーまあ、こう他のきょう兄弟がっていうこともないので、えー、まあ経緯としてはまあお寺で生まれたからですねはい、えー、まあ自分はまあこのお寺を継いでいかなきゃいけないんだろうな っていうこともなんか小さい頃からまあ言われてましたんであそ,うそうなんだろうなっていう気はしてました。はいまあ、ただです、ね、中には あのお寺の出身ではないけれども、えー、まあいろいろこうね、えー、見て聞いてしていくうちにまあお坊さんになりたいと志して、えー、こうなる方もいらっしゃったりしますので、えー、まああの必ずしもこうお坊さん全員が あお寺の生ままれというわけではありません私の知ってる修行仲間にも、えー、お寺生まれじゃない方もたくさんいらっしゃったりしますので、えー、必ずしも、まあ、お寺で生まれたからお寺を継いでるお坊さんになっているとは限らないと思います。はい でまあまあ、あの私がです、ね、この年でも住職をしているというのは、まあ、仙台が、ねえー、早くに、えー、まだ亡くなってないですよ亡くなってないんですけれども、えー、引退をしました体調が、ね、あんまり良くなかったので、えーまあ、私、東京にいたんですけれども、修行時代、えーまあ、帰ってきて、えー、今、お寺を継いで、えー、住職としてやっているという、そういう経緯もあります。はいえー、続いて 住職さんはお話が分かりやすくて上手い方が多い気がします。仏教系の学校の授業とかで習うんですかねと、えー。まあもう私なんか全然まだまだもう本当にペーペーもペーペーと言いますか。えー、まあ、ただあのやっぱりお檀家さん、えー、お参りに来られる方を まあ、お導きするために、まあ、あの最低限最低限と言いますか、えー、必要なことは勉強はしてき、えー、ているつもりですし、まあ、まだまだこれからもたくさん勉強しないといけないこと修行していくことたくさんありますので、えー、まあこれは、ね、年齢関係なくだと思いますね、はいえー、まあお話が分かりやすくて上手い方もちろんあのそういう方多いです非常に、はい。学校の授業で習う って大学の授業、まあ私、大学通、仏教の大学、日蓮市の大学通ってましたけれども、<coughs> 大学の講義で、えー、なんかこう、話し方みたいなのがあったわけではないですね。えー、まあ私、その修行中に、やはり、この、なんでしょう、先輩が法話をされている様子とか、えー、そういうのを見て勉強はしたつもりです。はい まあ,あとこう、えー、日蓮宗の中ですと、えー、このお話に特化したあ修行をする場というのもおあります私はまだちょっとそこ行ってないんですけれども、えーまあ、必ずしも行かないといけないところではないので、えー、行ってないんですけれどもまあまあ、あのー、そういう,こう、ね、専門的な修行機関で修行する人もいますし、えー、まあ修行 時代にですね、えー、人の前で飽和をする機会というのも頂、えー、い,いてまあこう何でしょう実践形式というか、えー、そういうことで、えーまあ、自分でこういろいろ経験をしていく中で、えーこうね、勉強していくということが多いかなというふうに思います、まあ、他のご宗派はねちょっと分かりませんけれども、はいまあ、あの日練宗ですと、えー「講座説教」と。 いうものがあります、えーまあ,あの落語とかのねこう講座がありますけれどもその上でですね、まあ、お参りの方単身講の方に向かって例えば日蓮上人のご障害であったりとかそういうようなことをですね、えーまあ、その講座説教の形式にのっとってですね、えー、こう独特の「クリベンという語り口調でお話をすると。 いうものがありますあの、まあ、なんか一説によるとこの日蓮詩の「講座説教」というものが、えー、今の落語のお形の源流になってるなんてことも言われたりしております。はい、あの多分なん YouTube とかで「講座説教」とかって調べたらあの出てくると思います、はい。いろんな方の動画見れると思いますのでよかったら皆さんぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい えー、まあそんなことでですね、まあ、やっぱり、あのーまあ、話し方もさることながらやっぱりこう、えー、知識としていろいろ勉強もしておかないと、あのー、お話もできないですので、えー、あの特に私はこう人前で話す時はですね原稿を作るとダメなタイプで、えー、こう原稿を作まあなんとなくねこう、あのー、そのどういう話をしようかって要点をね こう単語単語でこうなんかメモ程度に書くぐらいのことはありますけど原稿にしてしまうとその原稿の一文字一文字を覚えようとしてしまってなんかこう自分の思いで喋れなくなるんですよね。だからこううでしょう ままあ、まあこの YouTube もねあんまり原稿って作ってないんです、まあホワイトボード使って説明する時はその流れで説明しますけれどもあんまりこうあれですね、えー、原稿っていうのは作らずに自分の頭の中で、えー、こう話すことを整理して、えー、こういう順番で話そうっていうのを考えて、えー、話すようにしてます。はい <laughs> まああの同じ話をするにしても聞いてる方がどういう方か例えばじゃあ年配の方なのか。 えー、あるいは、えー、若い人が多いのかっていうことで、まあ、話の何でしょう持っていき方とか、えー、どういう言葉遣いをするのか、えー、年配の方でしたらちょっと難しい言葉を使っても、えー、伝わったりしますけどじゃあ今度若い方にお話をする時に、えー、専門用語とか難しい言葉をたくさん使ってもなかなか伝わらないという、まあ、まさにこの you YouTube なんかも、えーまあ、この YouTuber に本当に幅広い世代の方が、えー、見ていただいてると思うんですけれども。 そそれこそあの投稿者の管理アプリで見たら意外とこう若い方が多いんですよね、えー、年齢層。えー、なんか私より下の世代20代前半10代の方もチャンネル登録していただいたりしてるようで本当に嬉しい限りです。はい、ですので、まあまあ、YouTube でお話しする時はできるだけこう誰にでも伝わるような。 あ話し方をするようにしてますはい、えー、できるだけこう難しい言葉とかを使わないように気をつけてはいますはい、えー、まあまあそれでもまだまだね私全然あのー、経験不足もありますから、えー、なかなか多分伝わってないと思う こともありますけれどもままあ、まあ,あのできるだけ皆さんにこの仏教というものを分かりやすくお伝えできるように頑張っていきたいと思っております。はい、あのなんかここのこの動画のここで言ってたのはどういう意味ですかとかそういうなんかピンポイントなあの質問とか,あなんかコメントでも結構ですぜひそんなこともね疑問に思うことあったりしたらぜひお寄せいただきたいなというふうに思います。はい えー、ということで、き、はいえー、今日は質問、このあたりにしたいと思います。まだまだ質問募集しております。えー、冒頭にも申しましたように、コメント欄でも結構です。インスタの DM、あるいは概要欄に載せてます、メールアドレスの方に送っていただいても結構です。まだまだ質問募集しております。ということで、今日はこの辺です。どうもありがとうございました。